演舞開演。どうも、本日はこちら最近発売されたミスタードーナツの桜ドーナツで食べるお花見したいと思います。あー、もうこれなんかまさに桜ですね。色もそうですし、でもそういうの後のお楽しみ。まずは毎度おなじみオールドファッションの桜バージョンから食べていきたいと思います。ほんちょっと見にくいですけど、ほんのりピンクがかってるんですよね。これどんな風になってるんだろう。いや、中身を見ていただくとピンクがより明確になりますね。チョコレートとハニーも合います。まあ見れば分かるかもしれませんよね。ではいただきます。ハズレなしのオールドファッション、今回もさっくり美味しいです。オールドファッションピーチはいつも通りのサクサクとした食感ですが、桜の味はそんなに強烈でもなかったですね。むしろ控えめな感じで、お花見の主役にはちょっとなってないような気もしますが、そこに空からこそチョコレートやハニーピンクもうまく調和していました。サクッとした音の後にチョコレートの香ばしさやハニーの甘さが口中に広がってきてとっても美味しかったです。ただノーマルのやつはもうちょっと桜主張してもよかったような気もしますね。というわけで続きましては、こちらのまさに桜と言える外見ですね。これはい、こちらが基準のやつで、こちらがきな粉、そしてこちらが小豆となっています。私はポンデリングとかやるんじゃなくて本当にオリジナルの外見なんですね。これ割ると間違いなく譲れるので、もうこのままいただきますね。さすがにこれは食べられませんが、では裏側は普通にこんな感じのドーナツです。ではいただきます。いつもとは違ったもっちり感がありますね。中に入っている和の素材との相性もいいです。桜ドーナツの方は生地がポンデリングとはむちゃくちゃ違ったもっちりとした食感のあるドーナツで、一番最初に食べたのはグレープですね。甘くてとっても美味しかったです。地球にふわっと広がっています。2つ目のきな粉はまるでわらび餅のように香ばしい香りのするきな粉をふんだんにまぶされており、噛んだ瞬間にもちろんわらび餅とは違うまた弾力のあるドーナツとうまく合わさってとっても美味しかったですし、最後に食べた小豆はこれだけは中に入っていて、なんか噛んだ後に中から小豆の甘さを感じることができてとっても美味しかったです。和風のドーナツですね。もちろんあんドーナツとも違って、で今回6つ食べてみました。一番美味しかったのはやっぱり最後に食べた小豆ですね。その次がきな粉、やっぱり最後の方に食べたということもあるのかもしれませんが、この2つは特に中の具材の味を存分に感じることができて、ドーナツピーチとうまく調和しててとっても美味しかったです。というわけで全てを想定してこちらの提出させていただきました。皆さん、このドーナツでお花見してみてはいかがでしょうか。七福神参り終わらせるのは少女かな。いや、終わりにしちゃダメでしょ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。